今日郵便受け見たら何か箱が入ってるんですよねあレビュー依頼があったものなのかなまあ、会社名、まあ、いつもお世話になってるサテス様でもサテス様のレビューあったかなそして箱を開けたら見られないこんなものが入ってましたあれと思ったらもう一枚ハッピーホリデーのグリーティングカードが入ってたんですよねこれ読んだら感動でしたメリークリスマスハッピーニューイヤーハッピーニューイヤーちょっと早いかなそしたに直筆のメッセージ サさて、商品のレビュー投稿にご協力いただき、大変ありがとうございました。来年もどうぞお願いします。日頃の感謝を込めてスピーカーをお送りします。うん、プレゼントでした。感動ですね。クリスマスプレゼント、まさかもらえるとは思わなかったですね。で、このスピーカー、Bluetooth スピーカーなのか違います。Bluetooth じゃないです。最初はちょっと残念に思った。でもこれ、ここに SD カードが入るんですよ。 SD カードの中に音楽ファイルを入れてこれにプスッと刺すそして再生ボタンを押すとマイクロ SD カードの中の音楽は再生されますね少し使ってみましたこれが便利なんですよ今音楽スマホだろうタブレットだろうパソコンだろうでも正直スマホで音楽聞くことあまりなかったんですよねスマホで調べ事してる時一緒に音楽流すこと可能ですでも気が散るんですよねなんか気が散る そんな感じでスマホの中に音楽は入ってんのに音楽聴くことから遠ざかってたでもこれを使うと音楽聴いてしまうんですよねまあ贈り物こんなもの自分と考え違うよそれで箱から出さない使っても見ないそれは損だと思いますねまずは使ってみるそうすると自分の生活さはちょっと外れていい方向性が見えるんじゃないかなと思いますねだから今回のサテス様のプレゼント非常に嬉しいですね再び音楽聴くようになるそうなるかもしれないですね いいクリスマスが送れそうですいい正月が送れそうですプレゼントもらうこと嬉しいですそれとプレゼントしてくれたサテス様本当にありがとうございます